はい、どうもヒーローゆうきです。スタイリストリエナです。今日は福岡キャンピングカーショーに来てます。はい、本日来たのは、福岡マリンメッセです。はい、見ていきましょう。はい、もう早速会場後ろにあります。ミリミリランド、こちらが会場マップですね。でこちらの会場を私たち今いるのがこの出入り口のところなんですけども、右の方からくるっと見ていこうと思います。はい、お広いですね。はい、やっぱり高いですね。背高い？違う、空間が高い、広い会場です、ではくるっと見ていきましょう。行ってみましょう。こちらに RV ランドさんのコーナーから拝見していきたいと思います。ここね、結構九州 RV ランドさんのコーナー大きいのでね、かなりここからあそこまであるので、ゆっくり一台一台見ていきたいと思います。ここはいっぱい止まってます ね、種類も豊富ですね。もうね、トレーラーが前に来てるっていうのが結構珍しいなと思っていて、これは M ロードかな。はい、M ロードの376ですね。はい、406もあります。トレーラーが、はい、2台2台続いてます。どうですか、いいですか。はい、後ろから覗けるようになってますけども、室内こんな感じですね。ここが、今対面式になってまして、で奥にキッチンで、今マルチルーム空いてますね。シャワーがついて、トイレもあって、後ろがベッドスペース。はい、後ろがねテーブルのセットになっていて、ベッドにも、変身できるタイプです。こちら軽免許不要のものですね。M ロードのこちら376です。お値段が263万円から323万円までと各種あります。はい、もう一個の方の M ロード406ですね。こちらも軽免許不要の、トレーラーなんですけれども、中がねやっぱりちょっとデザインが変わってます。そもそもね入る方向がちょっと違うのと、横側にテーブルのセットがあって、でまた奥にダイニングがある形ですね。広いですね、ダイニング。広い。こちらの M ロードは274万円から328万円までね、いろんなタイプがあります。4タイプです。はい、ここから部屋の中覗くとこういう感じになってます。横から見れる、はい、横からにちょっと見ると、はい、多分これ三口コンロですよ。キッチンが充実してる、いいですね。でここが2段ベッドになるダイニングですね。はい、はい、そしてアドリアさんですね。こちら後ろが観音開きのアドリアさんです。しかもねこれポップアップしてるから、そもそも大きいんですけど、さらにね背が高く感じられます。すごい。こちらツインの 640SGX スポーツって書いてあります。長いですね。長いですね。あ、後ろこれ電気エジ掛けでこう上に行ったり下に行ったりよるなっていて、多分これ上にしてあげることによってここにバイクとか乗せられるようになってる、大きいタイプですね。吊り下げ式になってます。吊り下げ式、自動だからこれ便利ですね。で収納もしっかりついていて、真ん中あたりにマルチルームがあります。メルメルランド、あ、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。そうです、ありがとうございます。そしてねこちらお値段が1100万円ということで、前がね助手席運転席ともにくるっとするようになっています。でここのちょうどテーブルの上あたりですね、ここから上のポップアップのところに行けるようになっています。前側は、はい、
上に窓があってすごいね、明るくて開放感がある。明るいですね、開放感あるし、あと黒のコーディネートで結構黒と白でシックなイメージですね。こちらもあれですね、トレーラーなんですけど、アドリアさんなんだ。はい、はい、アドリア502の UL っていう吸引免許が必要なタイプのトレーラーです。アドラー 502UL 439万4000円。アドリアさんのってあんまり見ないから珍しくていいな。はい、これも窓がすごいいっぱいあって、ありますね、上もガバッと開いているので、これも開放感ある。間接照明もすごい。あ、そうですね、上側窓すごい開放感ありますね。で、広々したここダイネット、うんうん、この字のダイネットでベッドにも変わる。キッチンも三口コンロですし、あと冷蔵庫が大きい、すごい。ベッドスペースも広々としています。あ、そうですね。こちら側から見るとよくわかるんですけど、ベッドがこういう感じでかなり充実してます。これあれですね、2人で寝るのも十分ですけど、3人、子供さんだったら4人とかも一緒に寝れるような感じです。素敵。そしてこちらハイエースのお車ですね、ポップアップしてます。こんにちは、失礼します。あ、ビルド、RV ランドさんのビルドですね。はい、お値段が770万円ですね。トヨタハイエースのワイド SGL が舞台の車両です。これ多分特徴ここにあるんじゃないですか。サブバッテリーじゃなくってポータブルバッテリーをサブバッテリーとして利用している。そしてちゃんと電子レンジとかまで、ね、使えるぐらいの容量があるっていう感じですね。ここに給排水タンクがあります。うんうんうん、しかも色がねちゃんとコーディネートされてて素晴らしい。おー、乗車定員が6人で就寝定員が2名プラス2名になっています。あ、こんにちは。あ、こんにちは、ありがとうございます。はい、すごい向こう側ね、間接照明とかすごく素敵なんですけど、この椅子2列目と3列目がこうスライドがね自由にここの間できるようになっています。なのでね、ガガッと前に倒してしまって、で後ろかなり大きな収納スペースと収納あの荷運びのスペースとしても使えるようになっているのと、あとねあちら側に冷蔵庫とかあるのでちょっと見てみます。冷蔵庫とあと縦型のねこれ冷房ですよね。はい、エアコンも入ってます。あ、なるほど、こんな感じでビルトインされてるんですね。これ今ここで多分固定されてるのでしっかりついている感じです。でこれも外でもう使えますね、はい、運び出してあげて。いいな、いいな、こういう使い方はいいですね。全部ポータブルで使えるようになってます。パソコンです。パソコンですね。これなんだろう、コースターかな。はい、あ、RV ランドさんのランドホームというねコースターでできたバスコンですね。お値段1375万円。わお、高級キャブ、あ、高級な、あ、しかもご制約済みなので、もうこちら買い手が決まっていらっしゃいます。大きいな、すごい大きい、豪華ですね。コースターすごく運転もしやすいっていうことだったので、10人乗りで5人就寝まで行けるみたいです。1400万、高級です。しかもこれコースターのハイルーフ LX になってます。豪華な室内、ゴージャス、家具もすごい高級感のある家具、うん、なんか2列目3列目もかなり広いですよね。
で後ろもさらにこの字のダイネットスペースがあって広々してます。でその間にマルチルームとか、うん、でこっちには冷蔵庫とか電子レンジとかキッチンスペースになってる。でもなんか2部屋しっかりある感じのね作りになってますね。はい、こちらファルチさんの、ウラルです。はい、こちらはねハイエースがベースのキャブコンですね。はい、横にエアコンの室があります。こちらウラルエイジア、そうですね、横ここだとね一番あのエアコンの室外機に影響がないところですよっておっしゃってました。後ろがパカッて開いて、うん、かなり大きな容量の、はい、スペースで入れやすい、取り出しやすい場所になってます。はい、こちらにはねウラルと書いてございます。7人乗りの大人2人子供2人就寝でお値段821万円です。はい、で中を見ますとここがリビング空間になってて、でここ前は荷物置き場みたいな感じです。で後ろを見ると後ろが、はい、広いベッドスペースで上にはエアコンも搭載されています。やっぱベースは来るかこちらにはねタコスさんのトレーラーが止まってます。ミミエだ、はい、タコスさんのミミエ310です。前にエアコンの室外機が置いてあります。可愛らしい感じのこの丸っこいトレーラー、今ちょうどねベッド展開されてたところから普通のリビング展開に戻してらっしゃるところです。結構ねこの字型になってて広い感じですね。お値段も228万円とねスタートしやすい金額ですし、こちら牽引免許が不要なタイプなのでとてもね軽やかに走っていきます。ここマルチルームですね。こうやってトイレとか入れてもすごくいいと思います。あとこうやって外でシャワーも浴びられるようになってますね。可愛らしい。後ろがねこの丸いテールライトと三角の、これは光るのかな、はい、反射板がついてます。すごい可愛いけれど安かろうよかろうってね書いてあります。しかもトレーラーは、車旅だけではありません。家に一部屋、お家に一部屋増えますって書いてあるので本当その通りだなって思います。皆さんすごい一生懸命見てらっしゃる。就寝3プラス1大人だと4人ですね、はい、228万円です。で入ってすぐのところにキッチンスペースと上にはねエアコンがしっかりついていてすごく快適に使えそうですね。はい、はい、ミスティックさん、はい、こちらレジストロアールです。レジストロねすごい大人気でもう並んでます。すごい可愛いんですよ。はい、レジストロアールです。あ、お値段が665万円ですね。6人乗りの5人就寝です。こちらベースの車両がトヨタのタウンエースです。ホイールも可愛らしい感じです、うんうんうん、ツートンで丸窓もね可愛かったり、このボディのラインがね本当特徴的で可愛いですね。ちょっとした荷物入れる、はい、で外からもアクセスできるところですね。でここがマルチルーム、うん、マルチルームの中もねしっかり木目調になってます。ね、こちら後ろに室外機を背負っているタイプですね、はい、で
中は山小屋風の室内になってます。おしゃれな室内です。はい、こちらね、お隣さんはクオッカです。こちらは軽キャンパーってことですね。はい、三島ダイハツさんのクオッカです。はい、こちらね、すごく木をふんだんに使ったヒノキのキャンパーですね。$2,640,900。はい、お値段が$4,460,000、2人乗りの2人主審のお車です。ハイセットトラック、パネルバンが母体の車両ですね。本当このね、ヒノキのいい香りと、あとこのクオッカのね、マークがすごい可愛いですね。これは動物さんです。で、全部あの木でできているように見えるんですよね。ここにね、冷蔵庫とか、ここにね、引き出すと冷蔵庫とかね、こちら側には電子レンジって分かるんですけど、一見ね、見た目がこう木で覆われているので、本当木がふんだんに使われていて雰囲気がいいです。後ろから見てみると、こんにちは、お世話になります。すごいですね。あ、はい、ここの窓をついていて、アクリルのね、窓がついています。これだとね、結構あの明るく、そしてちゃんとプライベート空間を保てる上に、暖かいっていう断熱もね、兼ねています。はい、木のぬくもりがいいですね。ねえ、本当ですね。今見たやつがこのアクリルウィンドウパッケージ。あ、そうですね、そうですね。19万8000円。はい、でね、ちゃんと電気もこういう風にね、しっかり使えるようになっています。これかわいいんですけど、はい、こんな感じで。いや、いいっすね。パック入り効果いっぱいところどころにいます。はい、はい、はい、そしてお隣が、あ、ミニチュアクルーズですね。はい、こちらミニチュアクルーズも並んでいます。岡本さんのミニチュアクルーズです。このミニチュアクルーズもすごいデザインが秀逸なんですよね。ここら辺はね、結構収納がしっかりついていて、で、今ね、中で使っているテーブル、外でもね、ここにかけて使えるようになっています。はい、これね、テーブルがすごい広いですよね。で、そちら側ちっちゃなシンクと、外でも使えるようにシャワーヘッドが伸びるようになっています。家具が高級感のある家具ありますね。室内がすごいね、いい感じの空間になってます。シックですよね。フルフラットで眠れます。今ここがベッド展開されて、助手席、はい、助手席倒すと、はい、こんな感じで前の方まで開放感のある車内、うんうん、広いですね。でセカンドシートは2列目パターンって畳んである状態なので、うんうん、マット外すとセカンドシートも、はい、4人乗車ができて2人就寝まで OK です。お値段が260万円です。これは本当不動の人気な感じですよね。ミニチュアクルーズすっごいいいです。あ、でミニチュアクルーズもう一台ありますね。ミニチュアクルーズの SV です。あ、こんにちは。はい、いつも教えてくれる、岡モーターさんの寺岡さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今日もバシッと決まっていらっしゃいますね。かっこいいです。はい、今日2台お持ちになってらっしゃるんです。今日は、ね、SV とミニチュアクルーズですね。ちょっと SV の方をまたちょっといろいろ見せてもらっていいですか。いいですよ、どうぞ。せっかくなので、ありがとうございます、はい。まあ、ミニチュアクルーズ SV のやっぱり特徴は、なんといってももう電装特化型ということですね、はい。225W のソーラーパネル標準装備ですね。標準で、はい。でこれ国産シャープ製のものを使ってますので、うんうん、本当にしっかりとした充電をしてくれると思います。で、ですね、ツインバッテリーになってます。バッテリーが通常のミニチュアクルーズは1つなんですけれども、はい、SV の場合はツインになってまして、1500W の制限波のインバータ、これも標準装備です。で大きな特徴の1つに、このちょっと後ろを見てください、はい、ちょっと分かりにくいんですけど、
ここにですね、あのここはよくある外部入力ですね、はいはいはい、でここがこれ外部出力なんですね、出力です、うん、要はソーラーパネルであの蓄えた電気をですね、あの外に向かって使うこともできるので、うんうん、例えば災害時とかそういった時のね、あの緊急的な電源装置にもなるわけなんですね。はい、大きなバッテリー装置ってことですね。そうです、そうです、はい、だからそういうね、あの防災面もね非常に意識した車になってますので、かなりフレキシブルに使えますね。だから普段は、街乗りのお買い物とか通勤のお車として使っていただいて、週末はキャンピングカー、そしていざという時は、防災のシェルター代わりあのになると、すごい、ね、いうようなお車なんですね。すごい、はい、一つで3役4役ありそうな感じですね。そうです、その通りですね。はい、だから非常に中もねシンプルでね、あの使い勝手がいいという仕様になってますので、もともとねすごいスタイルがいいお車なのに、はい、電装品をすごい強化してるから、はい、本当に災害にも強く使えるってことですね、はい、そうですね、これが SV の特徴ですね、はい、しかも上のあの乗せてるやつもただ乗せてるんじゃなくて、うん、すごい綺麗にやっぱり乗せてるのでグッドデザイン賞を取るぐらいめちゃくちゃかっこいいでしょ。あのもうすっきりとねついてます。もうトンポーンと乗せただけではありませんので、ないですよね、はい、やっぱりそこら辺のかっこよさがさすがオカモーターさんって感じがします、ね、はい、どうもありがとうございます、とんでもないです、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。寺岡さんの説明流れるようで本当に素晴らしいですね、はい、一見見た感じそんなにね、ソーラーついてますって感じじゃないんですけど、しっかりついていて、しかも電装品が強化されているミニチュアクルーズの SV ですね、はい、お値段352万円、4人乗りの2人写真ですね。はい、こちらアドセットさんです。はい、こちらはハイエースの車です。バンコンです。シーバス、はい、ダークプライムですね、ハイエース、ね、かっこいいですね。で中が白系とあと紺のコントラストがすごいかっこいいシーバスですね。ここに冷蔵庫があって、うん、シンクがあってここなんだろう、あ、ちょっとした物入れになってます。向こうから見た方が見やすい。そうですね、はい、後ろから見ると後ろは本当かっこいい。右側にこういう家具がついています。でこちらから見るとここが対面式のリビング空間になってて、で奥にこんな感じでシンクとあとガスコンロがついている。ここかなり広々してますね、この空間が。そうですね、こちらハイエースバンのスーパー GL ですね。お値段が599万円です。4人乗りの2人プラス1人中心ですね。でこちらもアドセットさんのハイエースシーズネクス、シーズネクスです。はい、この大きなセカンドシート、サードシートにゆっくり座っていける感じがします。これもダークプライムですね、かっこいい。でこちらはね、トヨタのハイエースワイド SGL です。お値段563万円、あ、結構乗れますね。やっぱり8人乗りの2人プラス4人就寝です。後ろから見てみるとちょっとねこの掘り下げた下の床底の収納があるのと、あとこの側面がとあと下ですね、この木目調の感じがすごく素敵です。でやっぱりダークプライムとあとここもね全部黒で統一されてるのね、すごいなんか大人な空間に仕上がってると思います。かっこいい。はい、こちらから見るとこういう空間かなり広々とした空間になってます、ね、明るいですね。積層ボディさん、はい、積層ボディさんのお車、こちらトムのね、あ、トム
ム200プラスですね。200プラス、はい、こちらにハイエースのロングバンデラックスがベースの車両になっていて、7人乗りの6人出身まで行けちゃいます。すごいですね。ハイエースのキャブコンなのですごい下がね、走りが安定しているということです。はい、入ってすぐのところにこんな風に冷蔵庫と、そしてリビングスペース、でここ、バンクベッドを引き出すと出てきます。間接照明もすごい素敵ですよね。お値段768万円です。後ろがまたベッド広いんですよね、ここ。はい、でエアコンがあって間接照明とかもあっていい雰囲気ですね。あ、エアコンも入ってる。こちらにバンテックさんのジルです。ジル520が置いてございます。これもねすごい不動の人気というかジル大人気ですね。7人乗車の5人就寝トヨタカムロードベースで894万3000円 YouTube いつも見てます。 ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ参考にして、あ、嬉しいです。よかったです。はい、遊びに来ました。入ってすぐのところの、 下の間接照明が高級感すごい盛り上げてくれてると思いますね。前もすごいね、スペースが広々して、バンクベッドが、ね、広いんですよね。で今隠れてますけどエアコンも、ね、しっかり入っていてすごい過ごしやすそうです。あ、いいな。はい、そしてこちらもジルです。こちらねジル5かな、はい、バンテックさんのジル5です。あとねここを見ていただくとすごい特徴が出てるんですけど、後ろからね乗るタイプなのでここにね結構大きな収納スペースができてます。でこれお水が入ってきても大丈夫ですし、あとしっかりね明かりが取られているので夜でも物の出し入れがしやすくなっています。はい、そしてサイドウォーニングもこれね大きいやつで、そうですね、しっかりついて横にホールドできる感じになってます。うん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 。で7人乗りの5人就寝トヨタカムロードがベースの車両でお値段は885万円です。はい、かっこいいですね。このジルのね前のこのフェイスもすごい素敵だなって思います。でこのジル後ろから乗るタイプなので前のねリビングスペースがすごくね広くなってるのが特徴です。こちら外部電源取り入れ口になっています。あ、でここに室外機が出てますので中はねしっかり冷房もかけられるようになってます。 あと後ろここですね、これも特徴的ですね。こういうところにやっぱりあの専門の入れるところがあるので、ちょっとねゴミとか入れるところにもすごい匂いを別にできるので素敵なシステムだと思います。で後ろ側がキッチンのスペースになっています。こちらのジルとてもね充実してますね。リアエントランスで、はい、ここキッチンスペースで正面になるところがマルチルームになってます。窓が広いですよね、すごい開放感があります。はい、こちらはアネックスさんのリバティですね。リバティ 52DB です。はい、こちらもカムロードベースのキャブコーンです。でこちら上がねバンクベッドしっかりついているのが見て取れます。広そうです。でこちらね上の方にサイドオーニングしっかりついているので、これもねサイドオーニングしっかり出してここを、日陰とかね雨よけにして使えるようになっています。はい、アネックスさんのリバティ 52DB はお値段1112万円です。8人乗りの5人就寝でトヨタカムロードがベースの車両です。すごい広いで上に窓もあるので明るく開放感もあって、あと間接照明もすごい、ね、高級感。ゆきさんの大好きな間接照明がバッチリ。はい、でエアコンもあそこにね隠れてます。うんうん、隠れてるとこがいいですよね。上がすごい明るいな。
で後ろ2段ベッドになってて、うん、真ん中にマルチルーム、マルチルームしっかりついてますね。手前側ここがキッチンになってます。のびのび座れて旅ができそうです。いつも見せていただいて ありがとうございます。恐れ入ります。こちらアネックスさんのファミリーワゴン SS です。こちらはですね、日産のバネットの、ワゴン、16X2R というのがベースの車両になっています。5人乗りの2人就寝でお値段344万円です。いいですね、このサイズ感がまたすごいいいですね。バネットサイズは運転がしやすい、取り回しがしやすい、日常に乗れるというメリットがあります。バネットフェイスもかっこいいですし、あ、ここにね、かわいいファミリーワゴンって書いてあります。ロゴ入ってますね。結構ね、皆さん一生懸命見てらっしゃいます。で、ちゃんとカーテンとかもついてますし、あとシンクもね、丸くて可愛らしいのがちゃんとついてますね。はい、こちらです。シンクもね、ちゃんとついてます。で、ここがフラットになって寝れるようになっていますね。まあ、展開しやすそうです、ね、しやすそうですね。あと中のこの電気がね、ちっちゃくって可愛くってすごいいいなって思います。で、しっかり明かりがついてるので、中のね、夜でも明るく過ごせるようになってます。はい、こちらハーベルです。ビックルさんのハイエース、ビックルさんですね。ハーベル、これもね、ハイエースのバンコンですね。いつもお世話になってます。はい、このね、この字型の形がすごい使いやすい、シンプルですよね。そして後ろからこうやって物をね、入れられるようになっています。で、上には収納が両サイドにあります。そして真ん中に照明、明るい、明るいし、ちゃんと間接照明もついてるいいですね。で、5人乗りの2人就寝で、お値段が466万円ということで、で、入ってすぐのところにね、こちらがキッチンのスペースになっていて、シンクとこちらが冷蔵庫ついてます。ここがね、開放感あって広いのがすごいいいなって思います。なんかワンちゃんとかペット連れの時にもすごいこのスペース便利なんじゃないかと思います。はい、そして前から見るとやっぱりハイエースなのでね、かっこよく、そしてスーパーロングなので背もしっかり高くなっております。はい、で、こっちもビックルさんですね、ビックルさんですね、クッチェッタですかね。はい、見てみましょう。こちらもハイエースベースの、バンコンですね。で、後ろ側がこちらはキッチンスペースになっています。すごい優しい取り合わせかなって、木目調とこう石っぽい感じと、そして優しい緑、すごいね、落ち着く空間になっていて、ここね、外でシャワーが使えるようにシャワー出てますね、拡張されてます。で、あとここに冷蔵庫ついてるので、外で何か作業したりとかね、食べ物を取ったりするのにも便利な場所についています。いいですね。あ、クッチェッタ、こちらカナートですね。はい、8人乗りの4人プラス1人就寝です。ハイエースのロングハイルーフデラックス車です。お値段492万円です。このセカンドシートもね、今後ろ向きでリビング展開になってますが、走るときは前向き乗車がしっかりできるようになっています。トイファクトリーさんのベルゲンです。はい、こちらもハイエースのお車です。はい、人気のトイファクトリーさんのベルゲン、こちらもね、ハイエースのお車なので、でもね、乗り心地がいいと思います。上にソーラーパネルとマフィックスファンが搭載されています。うん、あとこのシャンパンゴールドの、ね、色もすごい綺麗ですよね。はい、入ってすぐのところがリビングスペースになってて、奥がキッチンのスペースになっています。収納もね、すごいたくさんついていて、使い勝手が良さそうです。
棚があって電子レンジもついてて、そうそうそう、でなんかこう上げるタイプの収納が結構あちこちについてたりとか、あとそこは引き出しがついてたりとか、結構ね引き出しいっぱいあるんですよ。でこの机もこのレールのね、ここからここまでレールがついてるので、いろんな場所に移動して使うことができる、すごいアクティブに使いこなせる感じですね。で後ろがはい、ベッドスペースになってます。はい、後ろこんな感じのベッドスペース出てきました。で下がなんとこうベッドというか、ね、2段になっているので、ここを分けていろんな荷物を置くことができます。で収納スペースこちら側とね、あと向こう側にもしっかりついているので、かなり大きな収納ができるようになってます。でね、こちら側が出てるんですよ、こうポコッと出てるので、車内がねすごく広く感じられるのと、横にねベッドをこう横に寝ていけるので、非常にねたくさんの人が寝れるんじゃないかと思います。いいですねこのベルゲン。お値段いくらなんだろう。はい、こちらのベルゲンなんですけども、乗車定員が6名で就寝定員4名まで行けます。ハイエーススーパーロングがベースの車両で、お値段755万円です。こちらレクビーさんのハイエースです。はい、バンコです。ここにカントリークラブ、かわいいロゴがここに入ってるんですよ。でね、ハイエースベースなのですごいねスタイリッシュです、かっこいい。で特に仮装とかしてないので、ここねツルンとしていて、本当にそのままで運転しやすい形になっています。人気ですね。で後ろがねここやっぱり特徴的で、はい、シャワーとかね浴びられるようにしっかり防水のスペースになっています。皆さん一生懸命見ていらっしゃいます。これ、ね、完全に分かれているこの空間がねとっても使いやすくなっています。こちらのカントリークラブは、7人乗りの4人就寝まで行きます。こちらはですね、ハイエースのスーパーロングキャンパー特装車が母体の車両で、お値段が633万円です。あ、いいですね、今ちょうど閉めてくれたり、こんな感じで扉の開け閉めが、スムースかなり広いですね、このマルチルーム。でカントリークラブの一つの特徴はこの、ね、前のスペースなんですよ。この前のところにある、シンクがね焼き物のね器になってるので、すごい素敵なんです。まあそのリキがシックです。で前の方がキッチンスペース、はい、冷蔵庫とかもしっかりついています。でそこがね実は2段ベッドになります。ソファーとしても使えますけど2段ベッドになります。こちらリクビーさんのプラス LV がございます。これもねすごいシックでスタンダードなんですけど、あ、今こちら側がですねちょうど、後ろ向きになっていてリビング展開になっていますね。ここがこんな感じでね上がって、はい、好きなところで止まってくれるんですよ。よいしょ。でここもねレクビーさんの面白いところです。よいしょ。あれで一番奥までやるとまた倒れるようになってます。あとこれ日焼けにも強く、あと水こぼしても大丈夫なように、そうですね、長持ちするような設計になってます。デザインも飽きのこない、飽きのこないですね。あと収納がね結構しっかりついてるのが嬉しいですね。で前の方に来るとキッチンのスペースがああいう感じでしっかり整っています。値段が539万円で、ハイエースのロングがベースの車両です。6人乗車の3人就寝までできます。539万5000円。